七クマ。おはよう、有村。うわ、この前提案してくれたコーデめっちゃ評判良くてさ、またお願いね。わかったから話してくれる？ねえ有村、今度合コンあるんだけど服悩んでるの、相談乗って。ああ、もうわかったってば。だから離れてよ。僕は有村隆二、とある高校の服飾科に通う17歳だ。将来の夢はスタイリストで、放課後とかにはちょっとバイトみたいなこともしている。それを知っているクラスメートに時々コーディネートの相談をされるんだけど、ありがたいことに評判いいみたい。やったー。あのね、とりあえずこれとこれとこれが私の勝負服なんだけど。このトップスはいいと思う。スカートも可愛いけど、榎本さんは足長いからパンツスタイルの方がいいんじゃないかな。なるほど。ねえ、ショッピング付き合ってよ。え、私もそれ行きたい。いいけど、彼女たちはクラスメートのギャル、美濃あやめさんと榎本亜美さん。席が近いこともあって、よく話しかけられるようになって仲良くなった。服飾科は女子の方が多いので、僕みたいな地味面でも女友達ができる。やった。じゃあ今日の放課後ね。あー、ごめん、今日はバイトがあるから。そっか、それなら仕方ないね。絶対バイト優先であるべきだし。それはそう、ついでにシュン様によろしくってお伝えしといて。はいはい。今日はドラマの番宣だから、役に合ったテイストでよろしくな、リュウジ。うん、シュン君。学校で彼女たちがシュン様って言っていたのは彼、辻堂シュンのこと。シュン君は人気急上昇中のアイドル兼俳優で、僕のお兄ちゃん的存在でもある。実は僕の父親がマネージャーをしていて、シュン君とはデビュー前からの付き合いだからなのだ。ん？なんかいいことあったっぽいね。うん。この前クラスメートにコーデのアドバイスしたんだけど、その評判が良かったって。当然じゃん。リュウジは優秀なスタイリストなんだから、卒業したら俺の専属になってほしいくらい。それいいね。俺本気だよ。僕の言っていたバイトっていうのがこれ、シュン君のスタイリストだ。高校生だから放課後や休日の時間がある時だけだけど。ありがとう。でも僕は専門学校行きたいから、10代のうちは勉強しなきゃ。ずっと言ってたもんな、リュウジ。応援してるよ。でもまあ勉強もいいけど、青春もちゃんとしとけよ。制服着れるのも今だけなんだからさ。青春って？もちろん恋でしょう。そう言うと思った。そのクラスメートとはどうなの？どうって別に、ただのクラスメートだよ。じゃあ好きな子はいないの？それはいるんだ。いいでしょ別に。好きならちゃんとアピールしなよ。リュウジは奥手だからな。うるさいな。はい、衣装どうぞ。照れちゃって。ありがとう。シュン君の言う通り、こんな僕にも好きな人はいる。高望みすぎて叶うはずないけど。マネージャーの父親が他の担当アイドルと別の現場に向かうとのことで、この日は僕がシュン君のマネージャー代わりとして付き添っていた。お疲れ様。今日はリュウジ君がマネージャーなの？うん、スタイリングついでに。深澤さんも同じ現場だったんだね。彼女はうちの芸能科に通う同級生、深澤ねねさん。僕の片思い相手である。相変わらず他人行儀ね。幼馴染なんだから、昔みたいにねねって呼んでくれてもいいのに。それはできないよ。もうなんていうか、世界違うし。そう、実は僕と深澤さんは幼稚園から一緒の幼馴染なのだ。でも彼女は芸能家だし、モデルとしても活躍してるし、性格もいいから学校では学園のマドンナなんて言われてる。どう考えても高嶺の花。僕なんかと釣り合うわけがない。違わないよ。今だって同じ場所にいるじゃない。そんな言い方されると寂しいよ。ごめん。今度デートしてくれたら許してあげる。いや、それはさすがにまずいんじゃないかな。万が一スキャンダルなんてことになったらさ。そっか、そうだよね。深澤ちゃん、そろそろ収録始まるっぽいよ。今日はよろしくね。はい、よろしくお願いします。じゃあ後でね、リュウジ君。あ、
頑張って。はあ、なるほど、あの子か。お前の意中の相手。え、なんでわかるの？そりゃわかるわ、顔に書いてあるもん。まあ深沢ちゃんなら仕方ないよ、いい子だし業界内でもモテるし。ほら、あの芸人さんとか深沢ちゃんのことめっちゃ見てる。言われて目を向けるとニコニコ笑う深沢さんのことを芸人さんや MC だけでなくスタッフの人も熱視線を送っている気がした。改めてライバルの多さに愕然としてしまった。おい、へこむなって。お前は同じ学校というアドバンテージもあるんだし、それにさっき名前で呼ばれてたじゃん、親しげじゃん。それは一応幼馴染だから。何それ、恋愛漫画並みのアドバンテージじゃん、それ活かせよ。でも昔から知ってるってだけで二人で遊んだりしてたわけじゃないし、幼馴染なんてたくさんいるし、うちは団地なこともあって幼馴染は多いから、その中の一人ってだけで何も特別なことじゃないのだ。俺的には二人いい感じだと思うんだけどな。本当に好きなら誰かに取られる前に告白だけでもしてみろよ。いやいや、それが一番ハードル高いんだけど。だって学校もクラス違うし、仕事でも毎回一緒になるわけじゃないし、振られても支障ないじゃん。それはそうだけど。骨は俺が拾ってすりつぶして海に巻いてやるから、当たって砕けてこいよ。それも青春だし今しかできない経験だ。俊君は現在20歳、中学の頃からアイドルをしてるのもあって普通の学生生活に憧れてるところがある。本人曰く普通を経験しなかった分演技に真実味がないのを気にしているらしい。俊君、僕を使って青春いっぱいの学生生活を疑似体験したいだけでしょう。そうだよ、俺に青春をくれよ。あ、俊君そろそろ出番っぽいよ。お、俊君を送り出し僕はぼーっと収録を見学した。かわいいな、それに堂々としててかっこいい、完全に芸能人って感じ。やっぱ遠いな。途中で父親から電話がかかってきたのでスタジオから出てそのまま収録が終わるまで廊下で待っていた。ここにいたんだ。うん、父さんから電話来たから今日のマネージャー代行業は終わりみたい。そっか、私も今日の仕事はもう終わりよ。お疲れ様。お互いにね。今日はもう帰るの？そうなるかな、俊君に挨拶してからになるけど。深澤さんは？私ももう帰るわ。そっか。あのさ、一緒に帰らない？え、いや僕は歩いて帰るし、深澤さんは車でしょ。今日は歩いて帰ろっかなって。ダメ？ダメっていうか危なくない？大丈夫よ、まだ19時だし、それにいざとなったら守ってもらうから。いたずらっ子みたいに笑う深澤さんに負けて僕は深澤さんと帰ることになった。それを知った俊君がニヤニヤしてるのが見えたけどなんだか恥ずかしかったので見ないようにした。リュウジ君、クラスメイトのスタイリングもやってあげてるんだって？え、なんで知ってるの？芸能家でも噂になってるわよ、辻堂俊の専門スタイリストが服飾家にいるって。専門になったつもりないんだけどな。それに服装の悩みはたちまち解決してくれるとかも言われてるわ。パーソナルスタイリング診断より的確なんだって。それは言い過ぎだと思うけど。みんな服飾家の子が羨ましいって言ってるわ。あのさ、私の悩みも聞いてくれる？え、ダメ？いや、そんなことないけど。じゃあ決まりね、行こ。え、どこに？てかなんで手つないでるの？ドキドキするからやめて。僕は深澤さんに引っ張られるままとあるアパレルショップにやってきた。学生の味方、七黒だ。で、悩みって？悩みはね、ありがたいことに仕事が忙しくて最近全然私服が変えてないことなの。ああ、だから七黒に？うん、ここで私をスタイリングしてくれる？あと、リュウジ君のもね。え、僕のも？うん、人気スタイリストの私服見てみたいし。そう言われるとプレッシャーが。いつも通りでいいからね。僕は言われるがまま深澤さんに似合いそうな服と自分の服を選んだ。可愛いけど大人っぽさもある感じ、
やっぱり、リュウジ君センスは？どうかな？素敵。本当？うん。似合ってるのももちろんあるけど、その、すごく、なんか、うん。ん？ごめん。語彙力が追いついてこない。とにかく、かっこいいと思う。なんか、俳優さんみたい。そんなに？ありがとう。深澤さんの熱弁に少し自信がついて、そこから二人で何着か試着してみた。ちょっと調子乗ってカップルコーデみたいのもしてみたんだけど、調子乗りすぎちゃったかな。深澤さん？これ、一緒に買わない？え、僕はいいけど。うん、欲しい。じゃあ買おうか。めちゃくちゃ嬉しい。いつかこれを着てデートとか。いやいや、さすがに夢見すぎか。僕たちはそれぞれ試着した服を購入して店を出た。その時、あれ？有村じゃん。美濃さんと榎本さんに遭遇してしまった。ちょっと、私らとのショッピングは断ったくせに他の女とデートか？いやいや、断ってないじゃん。仕事帰りってやつ？そうそう。二人は買い物？いや、カラオケ。買い物は有村に付き合ってもらう予定だし。さあさあ、明日は仕事？明日なら大丈夫だよ。やった。じゃあ明日の放課後は私らに付き合ってね。わかりました。あ、ごめんね、デート邪魔しちゃって。てか、もしかして深澤ねね？え、やば、これってスキャンダル的な？やば、誤解されたら深澤さんに迷惑かかる。違う違う、深澤さんは幼馴染なんだ。今日は買い物に付き合ってただけだよね。うん。すごっ。辻堂俊が知り合いで深澤ねねが幼馴染とか。有村前世でどんだけ得積んだの？マジそれ。とりあえずそういうわけだから、変な噂立つと幼馴染困らせちゃうから内緒でよろしく。オッケー。買い物も付き合ってもらうしね。持ちつ持たれつ。助かるよ。じゃあ僕たちはこれで。また明日ね。ごめんね、騒がしくて。ううん、今のクラスメートよね。明日デートなの？デートじゃないよ、買い物に付き合う約束してるんだ。仲いいのね。まあ席も近いし。私も服飾家にすればよかった。え？そうしたらもっとリュウジ君といられたのに。切なそうな声を不思議に思って深澤さんの顔を覗き込むと、深澤さん？ごめん、なんで涙が。あれ？大丈夫？どうしたの？あの、なんか寂しいって思ったら自然と。寂しい？あのさ、覚えてる？小学校の時、たまたまお互い家族で買い物しててばったり会った時のこと。うん、覚えてるよ。小学生の頃のある日、僕たちはお互いに家族とショッピングモールに来ていたところでばったり出くわした。母親同士が話し込んじゃって僕らは暇になり、二人で子供服売り場に遊びに行くことにしたのだ。ねねちゃん、この服どう？かわいいけど、私なんかに似合うかな？絶対似合うよ。着てみて着てみて。どうかな。やっぱりめちゃくちゃかわいい。ありがとう。その後もいろんな服を着てもらって、その度に可愛くなる深澤さんに夢中になって、あれは多分僕が初めてスタイリングを楽しいと思った瞬間だった。今日その時のことを思い出してすごく懐かしくなったんだけど、さっきの子たちにとっては思い出じゃなくてリアルな日常なんだなって思ったら、なんかいいなって。深澤さん、僕のことで泣いてる深澤さんのことをすごく愛しいって思った。ふと俊君に言われた言葉が自然と頭の中に浮かぶ。本当に好きなら誰かに取られる前に告白だけでもしてみろよ。確かに、取られたくない。好きだよ、ねねちゃん。え？急にごめん。でも伝えたくなったんだ。私を好き？本当に？本当に。だから僕も
ずっと寂しいって思ってた。気づいたらモデルになってるし、学校でもマドンナなんて言われてるし、ネネちゃんが遠くに行っちゃった気がして、かっこ悪い本音をぶつけてみると。私たち、お互い同じようなこと考えてたんだね。ネネちゃんはさらに泣いて、でも、笑ってくれた。そうかも。私も、リュウジ君が好き。え、本当に？なんで驚くの？だって、信じられなくて、夢みたいだ。てっきり、私の気持ちに気づいて告白してくれたのかと思った。そう笑ってネネちゃんは手をつないできた。ネネちゃん？もし写真とか撮られちゃったら。いいの。悪いことをしてるんじゃないでしょ。彼氏と手をつないでるだけなんだから。さっきより可愛さ倍増してるように見える。これがいわゆる彼かのマジック。今度は今日買った服着てデートしようね。そうだね。手のひらに慣れないぬくもりを感じつつ、僕らは帰り道を歩き出した。とあるスタイリストとモデルの熱愛報道が出ることになるのはもうちょっと先のお話。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。